グッピーは、上吉な題や種課題や鹿グッピー族に分類される魚類。1858年頃、イギリスの植物学者グッピーによって発見され、1859年に学名が付けられた。全長は約5センチメートルで、オスの方がメスに比べて色も形も派手。卵体制を行う。古くから熱帯魚として広く親しまれている。 日本にも気化している外来種で沖縄県や温泉街の用水路で見ることができる。グッピーは小型の耐性メダカ類である。鑑賞用に飼育されている。この仲間のうちではごく小型の部類に入る。非常に丈夫で飼育が容易である。また、同類の他の魚との違いとして個体ごとに色が異なることが挙げられる。 サザンプラティフィッシュなども様々な色彩のものがあるが、それらは品種として扱える程度の遺伝的な安定性があるが、グッピーでは変化が非常に激しい。しかも、それがヒレの形にまで及ぶのが独特で、特に改良品種では大きなヒレを持ち、美しい。また、繁殖もごく簡単で、具入させておけば勝手に交配し、子を産む。気をつけなければならないのは、 生まれた子を、親がともぐいしないような配慮くらいであり、非常に優しい。それらの特徴のため、熱帯魚における入門的な種としても人気がある。長く、系統を維持するのは案外難しい。安易な飼育では繁殖はしても次第に勢いを失い、奇形が出現することが多く、系統の維持は容易でない。さらに美しいものを繁殖させるのは、もっと難しい。 美しい個体を作るためには、遺伝的背景を考慮する必要があり、その辺の工夫に凝るときりがない。それゆえ、熱帯魚飼育はグッピーに始まりグッピーに終わるとも言われることがある。リアルレッドアイ、フルレッドテールオスとメスで性的二なりが著しく、大きさはメスが大きいが、彩りはオスが美しい。遺種であるが、ホルモン剤投与により人工的に、 性転換を起こすことが可能である。オスは体長3から4センチメートルメスは5から6センチメ,ートルメスの形はメダカやカダヤシに似ている。野生種では薄い褐色の体に透明なヒレを持つ。オスではメスよりやや細みながらほぼ同じ形であるが背びれと尾びれが大きく広がる。特に大ヒレは 後端が不規則な形の旗のように広がり、また、胴体の側面と尾ひれに、青や赤など様々な色の模様が出て、一部は金属光沢を帯びる。これらの反転は、個体変異が大きく、親子兄弟でも違ったものが見られる。また、尻びれは細長く尖る。この尻びれは、ゴのポディウムと呼ばれる感情の降雪器になっており、これによって、 生子の塊をメスの総配しつ空に注入する。干渉用に改良された品種が多くある。品種により様々であるが野生種より大柄でヒレがより広がるものが多い。また、それらではメスにもおヒレなどに若干の模様が出ることが多い。日本へは昭和初期に輸入され今に至る。主にシンガポールで養殖されたものを外国産グッピー。 日本国内で繁殖、作出されたものを国産グッピーと呼ぶ。外国産グッピーの方が安価だが、国産グッピーの方が、日本の水で育っていること、輸送ストレスが低いこと、大切に扱われていることなどから大変丈夫である。特に1990年代から俗に、グッピーエイズと呼ばれた病気により、外国産グッピーの死亡率が非常に高い現象が知られているが、 国産グッピーでは、そのようなことはない。尾びれの形状は三角形に大きく広がる、デルタテールが一般的だが、尾びれの上下、もしくは上下のいずれかが長く伸びるタイプや、楕円形のラウンドテール、尾びれの中央が伸びるピンテールなどが存在する。欧州では、ラウンドテールや、ピンテールの品種に人気がある。品種によりは、様々な形状があるグッピーは、熱帯魚だけに、 体寒性が弱く、日本本土の冬を野外で越すのは難しい。しかし、肌やシより、止水や汚水に強く、都市の下水ですら生育できる能力がある。そのために、温泉街などでは、下水の流入する地域に、グッピーが気化している例がある。北海道の温泉地でも定着が確認されている。野生化した、飼育個体グッピーは、野生型に近い姿をしている。 沖縄県では自然の流水にメダカが生息するが、郊外の流水から止水域で、かだやしが、都市の下水や汚染の進んだ河川でグッピーが生息し、いずれもメダカの生息環境に対する脅威となっている。戦術の通り、グッピーが国内で定着可能な水域は限定的であり、全国的に問題化する可能性は低いが、環境省は、 要注意外来生物に選定し、飼育グッピーを野外へ行きすることがないよう、啓発している。アメリカ、オーストラリア、タイ、スリランカ、パプアニューギニアなどでも、在来種の魚類を駆逐して、生態系を脅かしている。なお、沖縄の熱帯魚店では、捕獲された野生化グッピーが販売される例がある。種としてアロワナなど、大型魚の餌とするためである。 グッピーとの雑種も見られるが、エンドラーズライブベアラは2005年に別種として取り扱われるようになった。ありがとうございます。